今日から使える簡単血統データ、血統データ備忘録。今回は血統穴馬ハンターのカッサさんをお迎えして天皇賞春の展望を行っていきます。最終的な予想につきましてはメンバーシップ限定でレース前日に公開をさせていただきますが、今回についてはですね、上位人気が想定される馬についての考察と、現時点でのおすすめ穴馬を1頭ずつご紹介したいなと思っています。先週の日曜日につきましてはですね、推奨馬4頭上げさせていただきまして、2頭が1着、1頭が2着という、結果を残すことができました、その中でもフローラステークス、7番人気ながら1着と激走をしたゴールデンハインドをしっかり、推奨しておりましたので、たくさんの的中報告いただけてですね、本当に嬉しい限りです、今週もしっかり貢献できるように頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。はい、それでは今回は、血統穴馬ハンターのカッサさんをお迎えして天皇賞春の、考察を行っていきたいと思います。カッサさん、お久しぶりです。よろしくお願いします。お久しぶりです。よろしくお願いします。はい、それでは今回ですね、天皇賞春、想定オッズで、上位人気が想定される5頭についてお互い、コメントをさせていただいて、最後にですね、お互いの現時点でのおすすめ穴馬を、紹介できればなと思っております。今回ですね、3年ぶりに、天皇賞春、阪神開催から京都開催に戻ってくるわけなんですけども、天皇賞春、どうですかね、笠さん、何かいい思い出、いい馬券、何かあればお話しいただきたいんですけども。はい、そうですね、直近ですと京都で行われた最後の2020年ですかね、この時はバッチリスティッフェリーを、ね、本命で当てることができました。いい思い出ですよね。11番人気、はい、もうちょっとで1着もあった、花差2着ですね。惜しかったですね。さすがにフィエールマンには勝てなかったかってところですね。騎手の差ですかね。なるほどね。はいはいはい。まあ今年もじゃあこのスティッフィリオ並みの穴馬期待してますのでよろしくお願いします。はい、任せてください。よろしくお願いします。まあ、今年からね、また京都に戻ってくるわけなんですけども、まあ阪神の方がどちらかというとそのゴリゴリのステイヤーが来やすいのかなみたいなイメージかなと個人的にはちょっと思ってまして、まあ京都向きのタイプをねしっかり狙っていきたいかなといったイメージで今回進めていきたいなと思いますので、ではここからは、上位人気が想定される5頭とおすすめ穴馬について紹介していきますのでよろしくお願いします。はい、それではまずは、想定オッズ1番人気になっています、タイトルホルダーから見ていきます。まあこれ個人的にはですね、まあ阪神の方がいいタイプかなっていうのは思ってます。まあゴリゴリのステイヤータイプだと思いますし、まあ阪神の内回りが異様にうまいタイプだと思うので、まあ京都になってしまうことはまあプラスには働かないだろうなとは思ってはいるんですけど、まあ、ただ、ラップの緩急はつけれるタイプの馬なんで、まあ、京都のアップダウンにもしっかり対応できなくはないのかなと、まあ、思ってまして、まあ、そんな中でね、どうやら週末天気もあんまり良くなさそうなんで、バーバーもこの馬に向きそうかなっていうところもあるし、まあ、何より実力的にちょっと抜けちゃってるかなとは思うので、まあ、京都向きのタイプかって言われるとちょっと疑問なんですけど、まあ、どうしても上位評価をせざるを得ないかなと現時点では思ってるんですけども、笠さん、想定オッズ1番人気タイトルホルダーいかがでしょうか。正直に言うとね、あんまり買いたくはないですけど、まあ、その3連複だったり3連単、を買うんだ以上はまあ、抑えなきゃいけないかなと思ってます。まあ、確かにマサさんおっしゃったように、もう本当に、まあ、急坂ですよね。このタイプ、阪神だったり、まあ、中山だったりっていうところで、まあ、そういうのがね、合うと思うんですけど、京都は、まあ、決してプラスではない、
ですが、馬場ですよね。天候を、まあ、重馬場、不良馬場になった時にね、もう、前走のパフォーマンス、圧巻だったんで、嫌う材料がないんですよね。なので、まあ、ここは抑える必要があると思います。はい。まあ、じゃあ、お互いちょっとその、積極的に本命にしたいタイプではないにしろ、どうしても抑えなきゃいけない馬なのかなといった形ですかね。はい。はい、続きましては、想定オッズで2番人気になっています、ボルドグフーシュについて、見ていきます。この馬も、阪神向きなのかなとは個人的にはちょっと思っていまして、まあどうしても、スタミナとパワーでこうまくってくるようなタイプなので、これが京都に変わってどうかなとは正直思ってますね。まあどうしても京都の方が最後の切れ味だったりとか、スピードが求められる傾向があるので、まあどうしてもその3コーナーの下り坂でね、いつものようにこうまくってこれるかと言われるとちょっと怪しい部分はあるのかなと思いつつ、まあ先行馬揃っているメンバー構成なのでちょっと展開的には向きそうかなというところで、まあこのままですね、タイトルホルダーほどではないにしろ、まあ抑える必要はありそうかなと、現時点ではそんな消極的な、まあ紐みたいな感じで考えています。笠さんいかがでしょうか、ボルドグフーシュ。はい。私はですね、まさ、ここはね、思い切って消してみたいと思います。まあ、本当にね、マスさんおっしゃったように、阪神向きなんですよね。なので、ここでこけてもらって、まあ、人気を落として、宝塚記念で全力で買いたいと思います。はい、ありがとうございます。まあ、そうですね、宝塚向きのタイプですよね。間違いないです。あとちょっと大飛びで馬場が渋った時どうかっていうところもね、若干怪しい部分があるのかなと思っているんで、はい、まあじゃあこのチャンネル的な見解としては、まあここちょっとこけてもらって、宝塚記念でしっかり買いたいかなという馬ですかね。はい、そうです。はい、ありがとうございます。はい、続きまして3番人気想定、ジャスティンパレスですね。ジャスティンパレス、まあ、京都での天皇賞春に戻ってくるということで、もう完全にこの馬かなと個人的には思ってます。まあ内で前目の内で溜めて最後空いたところをしっかり瞬発力を使ってこう突っ込んでくるタイプなので、まあこういったタイプが京都での天皇賞春で構想する まさにこういうタイプの馬なのかなと思ってるんですけど、まあ、血統的には結構パワーありそうな血統もしているので、まあ、問題ないかなとは思うんですけども、この馬自身はそんなにタフな馬場がプラスに働くタイプではないのかなと思っているので、まあ、天気次第で重馬場とか不良馬場とかになっちゃうとちょっと怪しいかなと思うんですけど、まあ、やや重程度で収まってくれるならしっかり上位評価したいタイプの馬かなと思ってます。まあ、ゴリゴリのステイヤータイプじゃないと思うんですけど、まあ、その分京都向きのタイプの馬なのかなと思うので、しっかり上位評価していきたいかなと思っています。笠田さん、このジャスティンパレス3番人気想定ですけどいかがでしょうか。はい、私もここはね、素直にまあ評価したいと思います。血統からも、まあ、多少の馬場重くなっても、まあ品系がね、結構いい感じのタイプなので、これをこなせるんじゃないかなと思うのと、あとまあね、鞍上が継続騎乗っていうところで、まあ、ここかなりでかいですよね、ルメール騎手なので、ここは積極的にね狙っていきたいと思っております。はい、ありがとうございます。はい、続きましては、4番人気想定のアスクビクターモアについて見ていきます。昨年の菊花賞馬ですね、母父レインボークエスト、母母父が、ナイトシフト、母母母母父がロベルトということで、まあ、かなりのスタミナ量を秘めていて、タフな馬場も大歓迎みたいな形ではあると思うんですけど、ただ前走の大敗がちょっと気になるところかなとは思ってて、まあ、休み明けだったりとか、スタートで遅れたりとか、いろんな敗因はあると思うんですけど、まあ、
これがもし、パインがババだった場合は、ちょっと今回ね、天気悪くなりそうな想定なので、若干怪しいかなと思ってます。まあ、ラップ的にも、昨年の菊花賞は勝ってるんですけど、どっちかというと、中距離を、一定のペースで駆け抜けたいタイプの馬なのかなと思ってて、菊花賞も、例年に比べてこれかなり強い内容だったんですけど、ラップの浮き沈みが意外と例年より少ないレースだったので、まあこういった京都に変わってアップダウンが追加されるところで、そこがプラスに働くタイプの馬じゃないので、個人的にはちょっと思い切って軽視したいかなと思ってるんですけど、カスタさん、アスクビクターモアはいかがでしょうか。はい、私はですね、まさに前走の、範囲を出遅れ、とってもね、そこでちょっと馬がやる気をなくしちゃったのかなっていう風に見て、まあここは私はまあマスさんとは、ちょっと対照的にね、しっかり、抑えて、買いたいかなと思っております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、決闘的にはね、レインボークエスト、ハーチジレインボークエストなんでね、タフなババは歓迎の可能性もねありますし、ここはちょっと見方が分かれる馬なのかなっていったところですかね。横山武史ジョッキーに乗り換わるんですね。ああ、そうですね。はい。初めて知りました。まあ、田辺騎手よりは手が合いそうな感じですかね。そうですね。うん、まあ、積極的な競馬してくれそうな感じですかね。ですね、アスクビクターモアについてはちょっと意見が分かれるところですね。ありがとうございます。はい、それでは5番人気想定は、シルバーソニックですね。父オルフェーブル、母エアトゥーレ、母父トニービンという血統なんですけども、まあ、トニービン持ちは意外と相性は悪くはないんですけど、勝ちきれないっていうようなデータがあって、まあ、この馬についてもちょっとやっぱり過去の戦績見てもかなりスタミナに寄りすぎてて、明らかにちょっとこの京都の天皇賞が向くタイプではないのかなと思いますね。まあ、昨年ちょっと競争中止になっちゃってね、残念だったんですけども、明らかにまあ阪神の方が向くタイプですし、ちょっと京都だと、スピード不足なのかなといったところで、まあ、決していいんじゃないかなと思ってます。まあ、ババがちょっとあまりにも重くなった時にちょっと考えなきゃいけないかなと思うんですけども、まあ、基本的には軽視する方向で考えてるんですけども、シルバーソニック、カッサさんいかがでしょうか。はい、もうここはね、マスさんと同じように、軽視したいと思います。まあアルバートに似てるんですよね。G2、G3 の長距離、これをもう 無双というかね、まあ、必ずと言っていいほど、こう、馬券に絡んでくる、ステイヤーズステークスだったりっていうところで、ちょっと京都の3200では、スピード、キレ、瞬発力ですね。この辺が、不足しているかなと思っておりますので、ここは、消したいと思います。はい、ありがとうございます。まあ、ありがとうございます。ね、前走で海外の G1 勝って、レーン騎手が騎乗ということでね、ちょっと人気するのかなとは思うんですけども、まあじゃあこのチャンネル的な見解としてはもうこの馬は自信の騎手ということで、勝負してみたいかなと思います。はい、はい、それでは、上位人気が想定される5頭について、見解をまとめさせていただきましたので、ここからはじゃあ1頭ずつおすすめの穴馬をご紹介していけたらなと思います。カッサさん、今年の出走予定馬の中でおすすめ穴馬いかがでしょうか。アフリカンゴールドです。15番人気想定。はい、うん、もうね、まあ、過去の2013年からこう、まあ、2013年から見ていくと、まあ、フェノーメノだったり、ね、ゴールドシップ、レインボーライン、パフォーマープロミス、スティフェリオとね、もうステイゴールド3区ことごとく絡んでるんですよね。なのでもうね、ここはもうステイゴールドを見つけたらもう迷わず買いっていうところで、うん、先手を取って、残るね、前で粘るっていう競馬を期待して、思い切って買いたいと思います。マスさん、いかがですかね、アフリカンゴールド。そうですね、前走
阪神大賞で4着、はい、ですね。まあ、これかなり緩い流れに持ち込んでしまってちょっと踏み遅れた部分があると思うので、まあ、もうちょっと強気にいけばね、もっとあのいい結果も得られたんじゃないかなと思うので、はい、まあ、この馬も京都向きですよね。はい、まあ、ステイゴールド産駒ではあるんですけども、うん、母父ゴーンウエスト、うん、母父がデインヒルってことなんで、多分ね、あんまり馬場悪くならない方がいいタイプの馬なのかなと思うので、うん。ちょっとそこ次第ですかね。まあ、展開的にも厳しくなりそうですけど、まあ、面白い馬なのかなと思います。うん、ありがとうございます。では、マスさんのおすすめ穴馬、教えてください。はい。10番人気想定ですね。ブレイクアップ、上げさせていただきます。ノベリスト3区で、母父黒船ですね。まあ、母父黒船がちょっとよく、どう出るかわかんないですけど、母父が、キングズベスト、ってことなんで、まあ、明らかに伸びていいタイプかなと思ってます。で、まあ、うちでじっとして、最後の直線で、空いたところでしっかりこう、末脚を使えるっていうような、さっきジャスティン・パレスの時にお話しさせていただいたような、もう明らかにこのレース向きのタイプかなと思っているので、まあ、ここに来てね、パフォーマンス上げてきてますし、まあ、前走もちょっとボルドグフーシュに前に出られてしまって、直線ちょっとねスパートが遅れながら最後詰めてきてるので、まあ、そういったところでも見どころあったかなと思いますので、まあ、いい枠が引ければ前目の方につけて、うん、最後抜け出してくるところまで想定できるのかなと思っているので、まあ、全然人気ないですけど、ちょっと期待してみたいかなと思ってます。私もいいですか、この馬に。はい、あ、お願いします。はい。新馬戦ですね。まあ、それを除いたら、道悪で、オール連帯してるんですよね。なので、やっぱりこのね、品系の黒船、うん、これが、まあ、効いてるんじゃないかなと思うので、それこそね、週末の馬場悪化は、この馬にとっては、非常にプラスの材料なんじゃないかなと思います。あ、本当ですね、これ。すみません、はい、初めて知ったんですけど。まあ、バーバもじゃあ、ある程度悪くなってもしっかり対応できそうかなっていうところで、そうですね、面白い一頭ですかね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは、おすすめ穴馬が、アフリカンゴールドと、ブレイクアップということで、まあ、かなり期待できる馬なんじゃないかなと思いますので、ご参考にしていただければと思います。また笠さん、G1 戦線続いていきますので、はい、またどこかでご都合が合えばぜひご出演していただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、またいつでも出演させていただきます。よろしくお願いします。はい、じゃあ笠さん、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、以上最後までご視聴いただきましてありがとうございました。冒頭申し上げました通り、先週の日曜日ですね、フローラステークス7番人気ながら1着に大激走したゴールデンハインドを推奨しておりまして、たくさんの方々から的中報告いただきました。本当にありがとうございます。お役に立てて何よりですが、この勢いをですね、この土日も続けていけるように頑張っていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。天皇賞春の最終結論はメンバーシップ限定で、レース前日に公開をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、以上最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。